阪神、首位奪還。トラホー。打線爆発したな。まさかこんなゲームになるとは。前川すげえなこいつ。阪神が8試合ぶりの2桁安打となる12安打で、14試合ぶりの2桁10得点を奪い、中日に快勝した。交流戦最終カードだった6月1、7日のソフトバンク戦から続いた連敗を5でストップ。DeNA が敗れたため、再び0、5ゲーム差の単独首位に浮上した。阪神やるやん。毎試合入れ替わっていったらおもろいな。この3連戦で稼ぎたいな。中日は阪神の後 DeNA やから絶望やろ。中日とかいうボーナスタイム。5連敗で止まってよかったよ、まだ戦える。あと1球回避。ゲッツーで終わったからあと1人言えなくて草。約2週間ぶりの勝利や。やっと勝ててよかった。